しゃぶ用の牛肉。じゃあまず何やるかというと、熱湯の中に牛肉を入れます、はい、まずは肉を軽くしゃぶしゃぶして引き上げる。続いて牛肉を茹でたお湯でそのままトマトの皮を湯むき。え、牛やったらお湯の中で入れちゃう。そうよ、湯むきのためだけなのよ。だってこれ食べられるもんでしょ、これ、はい、そしたらば、あとやることは、はい、何や、もうない、もう何もない。ご質問ないですか。ご質問、質問ない。好きな食べ物は。私トマト、トマト、トマト。これよ、この子よ、自分です。今本当に実在する歌なんですよね、トマトの歌っていう歌よ、これ、そうよ、はい、トマト、トマト、トマト、赤く酸っぱいトマト、トマト、トマト、太陽がいっぱい。作った。あ、自分で作った。あ、好きじゃない。もう麹買って、トマトが大好きで麹買って。そしてトマトに熱が通ったら、あの問題の工程へ。そっか、これを潰すわけだ。そうよ、そうよ。コウギさんと、入りやすいのよ。でもさすがに講義が来た時はショックだったんじゃないですか。いや、いいことだなと思った。私、反応があるってことは、逆にみんながさ、電話しようって気持ちになるっていうのはすごいことじゃない、うん、残念ながらちょっと不名誉なニックネームがついたことがあるんですよね。生きた、あ、放送事故、はい。みんなからかうのね。私こんなさ大真面目にやってんのにさ。潰したトマトに先ほどの牛肉を加えて、塩コショウで味を整え、味付けはこれだけ。最後にバジルを和えれば、おしまい。おしまい、おしまい、ね、こんだけ。そう、おにぎり。さあ、そして盛り付けます。でさ、これをね、ペッ。何ですかそれ。サワークリーム、はい、牛たまろ完成です。完成です。ちょいらすであっという間にできた牛トマ、本当に美味しいのか。味への抗議は勘弁してほしい。うん、美味しい、うん、美味しい、塩コショウだけとは超えないわ、うん、すごいな、俺絶対これね、美味しい。でこういうタイプの、うん、ちょっと苦手なんですけども、ものすごく美味